皆さんこんにちは、いちきです。2022年が終わりますね。皆さんも見ていただけたと思いますが、それでは結果を お願いします。いっせーので、アザーズ0匹0グラム、川越スーズ0匹0グラム、引田聖奈0匹0グラム、いちきカレン2匹2135グラム。陸上ワーキの陣2代目バスクイーンはいちきカレン、おめでとうございます。ありがとうございます。陸上秋の陣優勝しましたやったいや本当に春の陣からたくさん車が来ましたね春の陣からですね、本当にずっとすごくモヤモヤした時期を、いやもういいです、そんな過去のことはもういいんです。本当にね、この1年たくさんの方とイベントとかでお会いして、本当にたくさんの応援の言葉をいただいて、たくさん励まされて、たくさん悔しい思いもしたんですけど、その分成長できた、すごくいい1年だったなと自分では思ってます。はい、それも皆さんが本当に応援してくれた、もう本当にそれだけです。私から言えることは、応援してくれてる、皆様にこうやって結果で恩返しをすることができて本当に良かったなと思っています。はい、今年はすごくいろんな意味でいい1年だったなと思います。はい、もうしんみりしませんやば、危ない、しんみりしそうになった。はい、今日はですね、2022年、そんな2022年の締めくくりに釣り納めにやってきました。はい、まあ、もうね、12月29日なんで、だいぶ厳しい時期にはなっていると思うんですけど、なんとか一本釣って帰りたいなと思ってます。で、まあ、おかっぱりなので、多分 GoPro の画像がメインになってくると思うんですけれども、最後まで楽しんでいただけると嬉しいです。はい、やっていきましょう。久しぶりのオフって感じの釣りだな。何もない、何のプレッシャーもない釣りがすごく久しぶりだ。皆さん、2022年はどんな1年でしたか？いい1年になりましたか？この動画が上がる頃にはもう年が2023年になってるかもしれないんですけれども、でもやっぱ夏が好きだな。なんか釣りするのは夏が一番いいな。真っ黒になるけど、日焼けしてさ、だいぶ肌の色がね、戻りましたねやっと。でも来年はね、アマゾンがあるので、もう2倍ぐらい黒くなるんじゃないかなと思ってます。皆さん、ちょっとそこは覚悟しておいてくださいはい、この辺からやろうかな。着きました。カイロ張りすぎてめちゃくちゃ暑いです。やばい。これは行くしかない。行くぜ。
なるほど、ここまでしか行けないのか。割と水深ある。すごいいっぱい沈んでる。はい、それでですね、今回おかっぱりをするにあたって持ってきたロッドの紹介をしたいと思います。なんか久しぶりですね、自分の動画でロッドを紹介するの。あの俺たちチャンネルセカンドの方で、陸上の時に使用してたロッドっていうのは、動画が出てますのでそちらから見てください。今日はちょっと違うロッドを持ってきてます。はい、っていうのも、まあ、基本これは一緒ですね。これが、グラビアス、はい、グラビアスの、マスターピース 64ml プラスに、リールが19アンタです。そしてラインがフロロリミテッド、シーガーフロロリミテッドの12ポンド、はい、今はスピナーベッド、これはエバーグリーンの D ゾーン、これはね霞ヶ浦の時に使おうと思った白ブレードの D ゾーンです、はい、これはね、羽田さんの方のチャンネルでも詳しく紹介しているので、まあそんなに詳しくは説明いらないと思うんですけど、みんな見てくれてると思うんですけど、まあ、64ml プラスなんでちょっと巻き物にしては柔らかめなんですけど、まあ冬だし、多分バスの動きも遅くてどうしてもショートバイトになってしまうっていうのを、この柔らかさでショートバイトも絡めとるみたいなイメージです。はい、今回3本持ってきました。この間の陸上の時には持ってったんですけど、ちょっとリールを変えました。なんか私結構リールの入れ替えを結構頻繁にするんですよ。なので陸上の時はこのグラビアスのアンダーカバー MH です。これ68の MH なんですけど、このカバー打ち用のリールに、あ、じゃあロッドに、この今ジリオン、今日はジリオンのフロロ16ポンドなんですけど、この間の陸上の時はグラビアスをつけてました。これは、ここのリザーバーが結構カバーが多くて、霞ヶ浦に比べたらすごいカバーが濃いんですよね。木の枝とか、草とか足場が高かったりするので、これがギア比が X ギアなんだっけな、8対1とかなんですよね。 8.5 だ、 8.5 なんですよ。こうギア比 8.5 なんですよ。もうマックスカバー用みたいな感じなので、今日はリールはこっちにして糸は16ポンド巻いておりますっていう感じで、リールとかも、しょっちゅう入れ替えをしております。3本目なんですが、これがブラックレーベル、ダイワのブラックレーベルの 681L LMLの ML か、68の ML のこれがソリッドです。霞ヶ浦の時はやっぱりこう近距離戦になるので、まあ、自分の一番使いやすいロッドを持ってったんですけど、ここは飛距離も必要になってくるし、でメタルバイブをやる予定だったので、今回68そしてソリッドに今日は変えてきました。
このエリールは一緒です。フリームスの2500番の P が 0.8 にリーダーが今7ポンドつけてる感じです。まあ、どうしても飛距離も必要になってくるし、今つけてるこのカバークローみたいなちっちゃいこう沈み系のもの、これも飛距離が必要になってくるし、ティップの繊細さも必要になってくるので、今日は久しぶりにブラックレベルを持ってきたっていう感じですね。冬の伝統芸、オムヘッドワッキー with ファットウィップ、これだぜ。冬はこれだぜ。よし、これをですね、やっぱりあそこかな。今年の1匹目はこのリベロだった。今年の最後もこのリベロだ。ツーテクあっという間に一日が終了いたしました。本日の超過発表、ゼロ引き2022年終了です。今年も一年ありがとうございました。来年もよろしくお願いします。おいじゃのー。